サイレス、ゲモン、踊る宝石って全員なんとですね、モブと思っている急降下爆撃おらー正直あれで大魔王を倒すだけだったら、まあ割とマイナーじゃなくてもだね、なんだったら死神とかでもいけてると思うんです。というわけで大魔王召喚カードからね、フラットの状態で勝負しましょう。はい、正々堂々勝負しましょう。さあ、正々堂々勝負もね、望むマシン。ドラクドレームが出てきました。すーぐそういうの召喚するんだから。マイナーモンスターが挑む最果てみたいなもんですよ。でも、なんだかんだでマイナーモンスターたちって今まで僕の実況を考えるに、意外とね、この最果てチャレンジいけてますからね。シールドオーガですら買ってる世界線ですからね。なんだったら。ドリアムだったら。あれはまあ、ちょっと色々あったけどね。うん。最果てへ、ゆかん。いけ頑張れサイレス頑張れさあ、ゲモンやサイレス、ダンビラムーチョなどね、会心の出やすいメンツが揃っていますんで、こっちも。打点もね、大事になってきます。ハルカンだけが唯一メラを打つだけ。ゲモン、サイレス、で、まあ、バルたちもそこそこ会心出るからね。うん、あれ雷弱点何体いるんだっけこれ。えそう。え頑張れうおぉちょ待って。雷弱点何体いるこのパーティー。すげえ声やってないかもしかして。うおら行くぜうぅあの、選んで、待って、一番選んではいけねえやつを、俺選んでる、もしかしてこれ。ちょ、雷じゃなくて、俺見たところ3体ぐらいいるよね、間違いなく。多分、雷じゃなくて3体いるよね。相手としては最悪のレベルになっていないか。いや、大丈夫だ。なんとかなるよ。いけ!すでに魔法カンタ軍団、シックスムーン、あー、頑張っていけもう。まあ、伊達は二人プレイで足りるとは思うんだけどね、拳がうなりを上げる、よいしょまあ、打撃体制の上からね、ご利用してる分には大丈夫だと思うんだけど。さあ、まあこのターンも様子見したい。3ターン目に何かしら、ルビスか、応援かみたいな。もう何でもいいんだよ。応援かでも何でもいいっすよ。あの、マイナー軍団はね、手段を選ばんのよ。ドゥーンさあ、ドリアムの行動大事やで。大丈夫かな?いや、まあ。避けてよ、誰も避けねえ。このメンツってそこそこみんな誰か避けない。うわほっとくと次のターン死にそうです。漆黒の爪いくぜ。あれゲモン頑張れ、ゲモン頑張れ。やばい、これもじゃあただ単にさ、もう白目ドリアムに蹂躙されるだけになっちゃう。どうしようかな、応援歌使う。ちょ、耐久が、あははは、ハルカンだけではちゃんと当てれんの。まあ、メラだからね。炸裂だー。でもさ、250打点なんだよな。やっぱ会心ドガン欲しいね、一発。ちょっときついなー。ルビスしてても多分耐久足んないってことは、もう、おたけびかー。誰に行くのこれ、精神的、ダミラ部長まだだ。ちょっと危ないけどね、ここは応援使いましょうや。DLC を使って勝つということを見せてやるよ。おお。てか、なんだったら DLC を率いてんのは私だ。ゲモン行け。確かに DLC はゲモンだけだ。さあ、応援で避けることをね、望みましょう。ここは。まあ、誰か足踏み外しそうだな。まあ、HP はもう半分以上削れちゃったんで、こっちも。ルビスしてると次のターンまで持たないんですよね。これが大魔王の召喚の難しいところ。勇気調整が次。うん、行くぜまたギガデインはまず封じとこうかな。外れるの行きまっとやんか。ギガデインを封じようとするな。おー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 と相手の攻撃、あ、やばい、あ、あ、常に魔法カンタとかこのゲームないよね。やばい、やばい、頑張れ、あちょっといや、待って、避けろ頑張れ、おー、なんで食らったの君、えうわー、ギリギリやんか。いや、まだだ、大丈夫。ダメじゃない、ダメじゃないよ。ダメじゃない。まだだ。考えろ。4ターン目の近藤。4ターン目の近藤。いてつか、どうか。避ける?避けますか?避けますか?てかさ、とどめモーター足りてなくない?君たちしかも。とどめモーターまで足りてねえじゃん。攻撃面も危ない。防御面も危ない。
もちろん私は勝利を諦めきれません。フレーフレーゲーボン、もうなんだこの実況は。頑張れ頑張れゲーボン、私はあなたの味方です。やだなゲモンの味方って。絶対レティスにそのままさ脇筋噛みされてさ散ってるんやろ。おーい大丈夫か、とどめボーダー足りるのか。え、とどめボーダーそんなことしてて足りると思ってんの。応援で全部避けつつ、でも凍てつカードされたら終わりなんだよな。はい、実はこれ凍てつカードされると終わります。頑張れ、おーさいです、信じてたぜ。これはでかいね、今のサイレスはマジでイケメンだぞ。この実況で割とやってくれるんだよな、サイレスってか。あはあ、大丈夫、バルとベルが決めてくれる。よければええね。よし、よけろ、電撃一斉、ギガスラム、よけろ、頑張れ、よけろ、頑張れ、よし。はっはっは。あ、よけろ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 、270。食らった、おたけみでも死んじゃう。よけた、ゲモン。おおゲモンすげえぞ。なんでこ、旅屋に落ちるぞ。うわ、うわ、ゲモン。あ、勝ってる、勝ってるよ、え、勝ってるよ、すげえやん。おお、筋書きとちょっといろんな意味で違う。さっきのとは違い、こんなに動くアニメーション、これがどうの場なんて、多分まあ実装がこいつは2だからね。1と2の違いが今出てるんだろうな。よっしゃー、すごい、あんなに避けるとはまさか。応援で散ったこと何回あると思ってんだよ。三丁。全然ナンバリング関係ねえんだよな、三丁って出てきてるけど。よくやった。さあ、本当に最果てだぞ、次。やっぱ、このスペシャルカードを選んだターン、コードを選べないのってすごい大きくって、そのせいでまあね、マイナー級モンスターとか動画にも出なかったんですよね。ただ、今回はマジでやってくれるかもしれない。僕の予想を覆しました。さあ、正々堂々本気の勝負といこうや。やり始めて気づいてた通り、雷弱点が多すぎて、粉砕されそうな気しかしないんですよ。でもそれでもなお、サイレス会心とか、頑張って応援で避けたとか、もう本当によくやってるやってる。これもしかしたらあるやもしれませんよ。ニピープレイの大魔王は確かに難易度は低いとは言いました。ただ、それはもうドレアムでは通用しないみたいなもんだからね。こいつ目隠ししてもすんげえ強敵だったし。懐かしいなあれ。さあ、でもちゃんとイヤギリとか選んでね、ちょっとね、ダンビラムーチョたちも会心率はあるんで、ちょっと形してほしいところ。はい、うん。いやいやいや、ダンビラムーチョいやいやすんなって、うわー、まあまあまあ、オッケーオッケー、そうだね。オッケーオッケー、合ってるよ。合ってる合ってる合ってるよ。今避けなくていいよ、んで。オッケー合ってるよ。次、グランドクロスか、いつもの通りギガントクロスじゃねえ。なんだギガントクロスってめっちゃ強そうじゃねえかよ。グランドクロスかギガデインのタクですね。で、ギガデインを引くのは毎回のことなんですよ。もう、風のバット当たる気にね、まあ大体ギガデインは、来ますね。はい。うわーやばいって。それはやばすぎ。おお、なるほどね。ギガデインが嫌だからね。嫌だからじゃねえんだよ。通るわけねえだろ。通ってどうすんだんで、次のターン別に捕まんし。雷が落ちるぞー、うん、ギガデイン、うん、行くぜ。ドリアムに対して雷落とすなよ。ちょ、会心打点、会心打点。でも、よく攻撃なんだね、君たち。ちゃんと。まあ、一体覗いて。おらー、いや、よっしゃー、サイレス、すげえ。マジか、お前。待って、サイレスマジか、お前、ほんとに。今日のサイレス持ってるゲモンより持ってんだ。ゲモンとサイレスのさ、ゲモンとサイレスどっちも頑張ってるよ。ニピーチームは、まあ、なんかアベレージ頑張ってくれてる。さ、このターンはね、できる限り凍てつか波動を引きたいけど、凍てつか波動引きすぎてもね、微妙なところなんだよな。いやー、危ないよ。耐久が4000しかないな。不安だな。いやー、ダミラムジョー頑張って開始になってもっといるね。これは。打撃一等編。よし、いいぞ。まあまあまあ、しっかりやってるわ。外しが一番ダメだよ。まあ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 ね、ここの凍てつく波動は OK なんですよ。次の凍てつく波動も、まあ、方向もね、凍てつく波動もやばいね。あー、どうすんだろう。次のターンね、風のマントかな。こいつの特徴としまして、1ターン目と3ターン目の行動は同じなんですよ。
つまり脅威である特技がいっぱい来るということであります。だから風のマントが丸いかなと思うんだよね、今の状況だとね。本当はね、主人公を言えばね、3段目はつばぜり合いをするのが基本的デモン型。お前もしかして最強妖魔ゲモン？ありえるね。ちょっと妖魔ゲモン感出てるよ、妖魔ゲモン感出てますよ。これボーダー足りるよ、本当にあるよ、マジであるある。ナイスデデマルやったぞ、すごい。これね、風、こればっかりは風バンでいいわ。4500だったで、もうあと4500までいってる。すごい会心出してる、やばい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 。マイナーモンスターありますね、これ撃破ありますよ。ちょっとマイナーモンスター6体が集えばね、たとえね、まあ普通にね、相手としてめちゃくちゃ強いドレアムでもマイナーモンスター6体が揃えば敵じゃないと。いやしいよ、しっかり選んでる、しっかり行動選んでる。いけ漆黒図、いいよ、大丈夫大丈夫、もうボーダーノード、ボーダーノード、これならボーダーノード大丈夫だ、大丈夫だ。もう重さも3倍出したもんな。よくやった、ハルガン、ハルガン十分十分十分、ちゃんとメラを選んでる、大丈夫。おお、ここでね、まずギガデインを封じようとするんだね、君は。定期的にギガデインを嫌うのやめろ。いやでもちょっと今ドラマある、生まれてそう。いけ、ボディブロー、いいよ、大丈夫、どうせ次のターンにまあね、たまんないのは分かってるから。グランドクロスから入ってくるってことは、オッケー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 、このターン確定防御しますね、なんだったら。オッケー、やばいぞ、待って、俺の筋書きをはるかに超えてるかもしれん、これは。だってここも確定防御でしょ、うん、避けなくていいわ、まあ、今その受けいらないな。これあるね、めっちゃあるよ。次のターンにうまいこと勇気がたまるかどうからね、凍てつく波動ちょっとあったかな。さあ大事です、このターンでできれば貯めてしまいたい、貯めれば勝てるね。凍てつく波動が高校でやってくるとか、それがちょっと懸念点かな。止めボーダーも乗ってますね。さあマイナーモンスター頑張ってくれ。いやでも今日はね、マジでお前ら頑張ってるよ。何から入る、絶技から入るってことは、あ、いいよけ、いいよけ、いいよけ、誰が受けたの？てか、ダンミラム、ちょっとゲモン、なるほどね。なんか知らんけど、今日、よく受けるね、お前も。いけ、石頭、いけ、爆撃、おら、いくぜ。力でね、いてつく波動がね、来るんだったら早めがいいね。そうだね、いてつく波動来るんだったらね、絶、いや、方向の可能性があるからと。さあ。いてつく波動されるともうちょっとやばいね、このターン。いやでもまだまだわかんない、全然わかんない、いけるかもしれん、まだいいよ。さあこのターンに動いちゃったんで、ハルカンが仮にこのターンドレアムがいてつく波動してしまうとやばいっすね。方向、あれ、これはまさか、よもや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 、このパーティーやってしまったと。ねえ。え、ちょっと待って。俺も、ちょっと、マジか。ちょ、マジか。マジか、こいつら。え？え？すごいっすよ。僕の点数表でお前ら、何点だっけ？これは私の美しいマダンテ。マダンテ使い3人目。オルゴデミーラ。なぜか携帯が劣化しているのは気にしないであげてください。すべての魔力を解き放った！すごい！ちょっとね、予想だにしてない、回帰不能の会心劇！これはすごいわ。多分ね、お前ら、2回も同じことやってって言ってさ、できないよね。だから俺もう、君たち、これは記録に残ったよ。